はい、秋ゲームズです。刹那山の地下にある消し方の分かりにくい廃山椒の消し方を紹介したいと思います。まずは今立っている場所に向かいます。刹那山の七天神像にワープをしていきます。到着したら左後ろを向いて南東方向に飛び降ります。木の足場に着地したらそのまま南東方向に向かって進んでいきます。少し右を向いて南方向に向かって進んでいき、テントの前まで来たら右を向いて穴の中に飛び込んでいきます。橋の上のクローバーマークを使って移動し、着地したら北東方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいき、着地したら坂を登っていくと最初に立っていた廃山椒のところに到着します。廃山椒なので霊光か霊神があれば消すことができるのですが、少し引き返して周りを見渡してもどこにもないといった状況です。今からこの廃山椒を消していきます。甘露花界の七天神像にワープをしていきます。到着したら右後ろを向いて七天神像の右を通り南西方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでから飛び降りると下の方に裂け目があるのが見えますので、そこから下に降りていきます。下まで降りたら次は南方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいくと奥へと続く道がありますので、そこを進んでいきます。広い空間出たら飛び降ります。着地したら善悪の配れの時にやった紫色の金ギミックに向かいます。金ギミックのところまで来たら左奥に通路がありますので、そちらに向かって南西方向に進みます。そうすると霊光がありますので近づいて誘導していきます。しばらく霊光と一緒に動いていき、時間制限挑戦を通り過ぎると廃山椒があるので消すことができます。奥に進むと最初に立っていた刹那山の地下に到着します。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録高評価をお願いします。ライブ配信、ツイッチ、ツイッター、ブログ、コラボも見ていただけると嬉しいです。では。